だからさ、アニメのスタッフ集めてヒップホップ講座やらないとさ。サンタさん、アニメから話はもういいから、ネームやっちゃいましょうよ。へえ、面白そう。先生、アニメ作るの？もう、先生って呼ばないでよ。俺らもアニメに出してくださいよ。おい、先生の邪魔すんなよ。気が散るからよ。そうだね。先生はやめてよ。おい、大変だ！みんな、外に来てくれ！どうした？こちらにハシームっていう人いますか？あ、はいはい。あ、ちょっとごめんね。はいはい。あ、ハシームさん。よく来たね。元気？いや、実はうちらの町が今困ったことになってて。おい、ハシーム、一体どういうことだよ？何か困ったことがあったら武蔵の国に来いって以前ハシームさんが言ってくれたんですよ。ああ、それでどうしたんすか？ある日ネオウーロンズがうちらの町に攻めてきて制圧されてしまったんです。それ以来あいつら、女はさらわ、町は壊すまでやりたい放題なんですよ。こっちには来ていませんか？いや、ネオウーはまだ。そうですか。俺たちは町田サイだ。ここに武蔵野サルはいるが、ドイツがサルのてっぺんだ。サルにてっぺんはいねえ。お前がてっぺんじゃねえのか？てっぺんはいねえって言ってんだろ、ハゲ。お宅はどちらさんで？人に物を尋ねるならまず自分から言えよ。てめえ、さっきから黙って聞いてるや。なんだこれ。町田サグのドン、ドンチチだ。町田サグ、今度はお前らが名乗らんかい。なんだいこれは。俺たちは横浜045ブルドックスだ。俺はプレジデントのスリーピーだ。お前らがブルドックスか。で、その町田が俺らに何の用なんだ？ああ、そうだそうだ。ここにネオウっておかしい連中が乗り込んできてねえか？あ？おい！ちょっと待てよ。俺が先にサルと話し合ってたんだよ。俺らの話が終わるまで待っとけ。お前らが黙ってたからこっちが話してんだよ。順番守れよ、こら！順番守れよ。え、幼稚園じゃねえんだよ。なんだどこだ。おいおい、やめてくれよ。ちょっと待てよ。おい、あんたら武蔵の国に喧嘩しに来たわけじゃねえだろ。それもこれもハシーム、お前が横浜でうっかりなこと言うからだぞ。いや、このうっかり野郎。いや、ハシムさん、ありがとう。おかげで俺たちはここに来ることができた。なあ、あんたらサル、この前の渋谷の暴動でウーロンズを撃退したんだって？俺たちも聞いたぜ。ああ、浜でもその噂は話題になってんだ。どういう経緯か教えてくれ。長話は面倒だ。優しくコンパクトに頼むぜ。そうだな。あれは俺たちが渋谷のクラブでサルナイトをやっていた時なんだ。ブクロの様子がおかしくねえか？ブクロの様子？まあ、ウォンコンから殺し屋が上陸してあちこちで暴れ出して何人もやられてる。ウォンコンの殺し屋？何？ウーはウォンコンのマフィアとつながっているのか？多分。もともとウーのリーダーメラはここの出身だと聞いたぞ。お前らもウーの一味ってことはねえだろうな？それはない。でも連絡は取っているのか？
連絡は取ってないね。ダチだったとかね。図星か。そんな話は関係ねえだろうが。関係あるかないかわかんねえから聞いてんだろうな。その傷はどうしたんだ。あ、どうしたタフボーイ、ブルってんのか。ブルってんかねえよこのタフボスが。やめとけよ。てめえこら、腕だこれ。つけよゴンダロ。あんたも冷静になってくれよ。俺らの話を聞きに来たんだろ。浜の連中もそうだろ。だったらここは俺に任せてくれないか。かい。俺に考えがある。何もしてない今日の日が暮れる。快晴だった今日の東京、気象予報士の穏やかな表情。無理に激高奮撃レポート、画面の9割モザイクってどうよ。ほとんど桜でやらせらしい。こいつとこいつは元ヤンキー。マジで出るってあの病院、今から行く人手下げてシーン。まだ追っかけてるあのドラマ、庭で止まってたまったまんま。このまま行くと見ないパターン、上からお笑い取るパターン、さらにエープダビルパターン、誰かに貸してノーリターン。行ったことない街、まだ通ったことない道、曲がったことない交差点、入ったことない店、渡ったことのない橋、まだ降りたことのない駅、聞いたことないビート、そして会ったことない人々。花のお江戸の浅草は東橋から船に乗ってトライブたちが大集結。温泉ブクロヒルズのスカイレストランめっちゃ高っ。